なんや。シャコンマク上空より巨大な霊圧が接近。シャコンマクの中に何か入ってきやがる。急いで、急げって言っても。なんなんだこいつらは。美しさのかけらもないね。千本桜。滑稽だな。お前は何をちまちまと刀で払っているのだ。霊圧で一息に押しつぶせば済むものを。久しぶりだ、朽木ルキア。副隊長昇格おめでとう。それじゃあそろそろ両手の戒めを外して私を椅子から解放してくれるかい。それはできない。座ったままでこいつらを始末しろと。君にそれができないとは思えないね。君が座ったままむざむざとこの目玉の化け物どもに自分の体をかじられるのを黙って見ているとは思えないって話さ。波動の救助。逃げろ、研究室へ下がれ。黒棺。まさかそんなことが本当に。霊王旗を撃ち落とす。なんて力だ。栄翔覇気の黒棺でこの威力。黒崎さんと戦った時より力が増しているかもしれません。無限に囚われてる間にも強くなってやがんのかよ、化け物が。やれやれ、私の黒棺の直撃を受けても壊れないとは。無限のタッカと同じ作り方をしただけのことはある。大した椅子だ。